皆さんこんにちは、ケンです。今こちらのロードバイクにですね、アジリストライト 25C を履いてます。わかりますかね、ここの面がツルツルになってもう台形になってます。全然グリップしないような状態ですね。このようにね、まず台形になってしまってるっていうことが一つと、繊維まで見えちゃってるような状態ですね。こうなってくるともうパンクのリスクは高いですし、私はもうこれは交換時期かなと思ってます。トレッドの厚みが全然なくて、本当に皮1枚分っていうような感じですね。こちらがですね、後輪についてるアジリストライトなんですけど、まだ台形にはなってません。で、こう触るとしっかりとグリップしてくれます。音でもわかるかな、ちょっと乾いたような音ですね。今前の方が交換時期なんですけど、このタイヤってもともとそのリアにつけてた方でローテーションしてます。まあだいたい2000キロ走ったぐらいでローテーションしたんですけど、まあもうちょっとね1000キロとかでしとけばよかったかなと思ってるんですが、いずれにしてももう1年以上使ってますし、ね、ちょっとひび割れとかその異物による穴ですねとかも発生してますので、この機会に両方交換しようかなと思っております。ロードバイクがたまに乗る程度なんですけど、1年前ぐらいの私の体重だと75キロで、今はちょっと71キロぐらいまで下がったんですけど、これ後輪にずっとつけっぱなしで、だいたい1500キロぐらいで、ちょっと台形になり始めたって感じですね。まあ身長に対して体重が比較的重めで、で、平地ばかり走ってることが多かったと思います。その台形になってから、初めてちょっとパンクしてしまって、今回もこれを廃棄することにしました。もちろんね、この消耗っていうのは、体重とか乗り方とかにもよると思うんですけど、で、アジリストライトの消耗何キロぐらいっていうの少ないと思うんですけど、おそらくうまく使っても3000キロぐらいじゃないかなって思いますね。私のイメージだと、まあ、4000キロ持てば耐久性あるかなっていう感じなんですけど、アジリストライトはね、軽量化特化にしてますので、トレッドが結構薄め、耐久性やっぱりそこまでないのかなって感じします。サイドも結構薄くて、繊維が最初からも見えかけてるような感じです。少しでもね、横するとね、こういう風に毛羽立ちとかができちゃって、まあ、その都度、ボンドで補修してたんですけど、って感じですね。まあね、これジラーの後継になるんですけども、ジラーも廃棄するまで使い込んだんですけど、ジラーはよくパンクしてました。3、4回パンクしてるのに対して、アジリストライトは、トレッドがだいぶ消耗してから1回パンクしたっていうような感じです。この守るようなベルトですね。このニッパーの先っちょで押しても、で、ちょっとの衝撃では、この貫通しないような仕様になってるので、トレッド面はね、やっぱりジラーより強いんじゃないかなって思ってます。次使うタイヤはアジリストファーストです。もちろんパナレーサーの PR パートナーとしての活動の一環としてファーストの宣伝っていうのをやらせてもらうんですけど、今まで入ったタイヤっていうのがアジリスト、アジリストデュール、アジリストライト、これのクリンチャーで 700×25C だったんですけど、今回はアジリストファーストの 700×28C をもらう予定です。で、加えていきなり 28C 乗るとんってなるかもしれないんで、アジリスト、ノーマルアジリストの 28C、 こちらもいただいて、まあ両方で比較できたらなと思ってます。で、今アジリストファーストの位置づけとしてはもうアジリストの中の頂点に立つ分類になります。値段も、まあ、参考価格が1万円超えしてると思うんですけど、パナレーサーの中では最上位グレードのタイヤになってきます。トレッド面に新しい工法が加わって、従来のアジリストより約 20% 転がり抵抗低減を実現したそうなので、とても使うのは楽しみですね。はい、ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。